今日のコメント。好きなポケモンはいますか？好きなポケモンはストリンダーハイの姿です。色違いは特にかっこよくない？どうもハルカットです。皆さんスカーレットバイオレットやってますか？先日 DLC の緑の仮面が発売されましたね。そこで今回はライバルキャラがまさかの〇〇という件について話していきたいと思います。では関係ないけど、昨日の配信で緑の仮面をやりました。アーカイブ残っているのでぜひ見てください。というわけでこの最後まで聞いててください。すぐにの闇落ち後の展開が衝撃的だった。先に言っておきますが、ここから先の内容は DLC 緑の仮面のネタバレを含みますので、まだやってない方でネタバレを見たくない方はご注意してください。やってから見ていただけると嬉しいです。先日配信が開始された緑の仮面は、主人公が毎年他校と合同開催される林間学校のメンバーに選ばれ、北上の里へ向かい、そこで新たな仲間やポケモンと出会い、北上の里に伝わる昔話を紐解いていくというお話なんですが、事前情報にあったようにここでゼンユとスグリという人物に出会います。この二人は北上の里の出身で、後編で行くブルーベリー学園に通っている兄弟です。お姉ちゃんのゼンユは気が強い性格で、スグリは正反対でちょっと引っ込み思案の性格なんですが、ストーリーの中で弟のスグリはオーガポンに関することでなんと闇落ちしてしまいます。途中まで主人公と仲良く接してくれていたのに、最後は自分の部屋で目の光をなくして表情で頭をかき乱しながら、もっともっと強くなんなきゃと一人でつぶやくシーンがあります。これを見て僕は、次の後編のブルーベリー学園の四天王の後に出てくるチャンピオンはすぐになるのではないかと思いました。以前僕はこちらの動画でブルーベリー学園に四天王がいるということは、その上のチャンピオンもいるのではないかとお話ししたんですが、今回すぐりが闇落ちをしてもっと強くならなきゃ、待っててな主人公と話している。かつ事前に公開された DLC の映像で、すぐりのような男の子が主人公と戦うシーンがあります。またキービジュアルの画像でも、すぐりだけ後ろを向いていて闇落ちしている雰囲気があるので、おそらくチャンピオンはすぐりで間違いないのではないかと思います。前編緑の仮面でもすぐりは最初の方と比べると最後かなり強くなっていましたし、今回オーガポンをゲットできなかったことで相当病んでいたので、ブルーベリー学園に戻ってかなり努力をして強くなってくるんじゃないかと思いました。みんなはこれについてどう思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じで、すぐりの闇落ち後の展開が衝撃的だったという件についてでした。ちょっと僕したらチャンネル登録、よろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。